そうね、普段今日なんでツインテールかっていうと、ハーフツインテールかっていうと、そうミオはね普段ねハーフツインをしてるんですよ。だから今日はじゃあミオ以外のメンバーがみんなじゃあハーフツインしようってことでハーフツインしたんですよ。そうなんか普段私ハーフツインをするイメージが多分みんななかったんですよね。なくて、私もなくて、だからなんかハーフツインできるってめっちゃメンバーに心配されたんですけど、なんかやってみるねって言ってしょうこれルイにやってもらってなんかいい感じになりました。そうなんかスタッフさんとかメンバーとか、そう来てくれたファンの方とかね、みんなねめっちゃねハーフツイン褒めてくれたんですよ。嬉しいね。ひひ。かわいいですか？かわいいって言ってください。今日はね、そうね、ミオのセットでね、あれしたんですよ。カバー曲もしてね、めちゃね、楽しかったです。普段はポニーテール。そうね、なんかライブの時は、なんかポニーをしてるんですよ。たまにちょっと違うね髪型とかもあるんですけど、だいたいポニーをしてて、でなんか私服とかの時は私でだいたい髪を下ろしてるんで、こういうねちょっとねあんな中みたいなアイドルみたいな髪の毛を全然してなかったんで、すごいね新鮮でしたね。今日来てくれた方もみんなハーフなんかハーフツインだってねめっちゃね言ってくれたんで嬉しかった。可愛かった、アンディさん。ありがとうね、今日ありがとうね、来てくれて。トモさん、ハーフチューイン、可愛い、似合う、嬉しい。ハーフチューイン。ハーフチューインテール。あ、キヨさん。これは職員さんの、あのキヨさんかな。キヨさん。ヤッホン。ねみんながね、ヤッホヤッホ。たくや、ひなのラブ。ラブありがとうね。今日もね、急に始めたんですけど。急遽始めたんですけど、皆さん見てくれてありがとうございます。そう今日はライブ終わって、まあね奈々ちゃんととある買い物をしてとある買い物をして、その後にあれをしました。おうどんを食べました。なんかねなんていうどんやったかな、なんか美味しいうどんやった。 なんていうどんやったかな本気みたいな、なんか本気うどんみたいな、何やったかな、なんかのうどんみたいなのを食べました。そう私はなんか天ぷらのうどんを食べました。赤ちゃんハーフツインみたいね、ラブ。かわいい赤ちゃん、ヤッホン。かわいいいやだいぶ髪伸びた。確かにそうメンバーにもめっちゃ言われた、なんか髪めっちゃ伸びたって。伸びたかも。そうなんか下ろすならもうちょっとね短いの方がね自分的に好きなんですけど、今ポニーしてるんで結構なんかポニーって長い方が可愛いじゃないですか。だからね伸びてます今。あ、アスカちゃん、ひなのお疲れ様、ありがとう、今日いたねそうね、おうどんを食べたんですよ。おうどんを食べた時にね石橋奈々からねちょっとね明太子と海苔が飛んでくるっていう事件があったんですけど、ちょっと美味しくいただきましたそうね、うどん食べたんですよ今日。あのね麺はすごく食べたかったので、そううどんをね食べれてね食べられてすごく嬉しかったです。スペシャルなトッピング飛んできたんでしょ。そうなんですよ、まあ、明太子とね海苔っていうのはねやっぱうどんにすごく合うものなので、まあ多分プレゼントしてくれたのかなと思って、で私が一口多分欲しいかなと思ったのかな、うん多分ひやのが味見したいと思ったのやと思うよ。飛んできて、あ、じゃあちょっといただこうかってことで、まあね、そういう感じのことがありましたその髪型でその服装だとバブ感ってエグいです。確かに、え、そう本当にさ、なんかさ、本当にさ、普段と違うなのちゃんです。新鮮でしょ、新鮮新鮮なひなのちゃんです。あ、なるせさん、かわいい、ありがとう、ありがとう、なるせさん、でもありがとうね。そうね、明日もねまたねあれなんですよ、ちょっとスペシャルというか、まあ、ちょっと違った気見せれがね皆さんにお見せできると思うので、皆さん明日暇ですか？暇の人空いてるよって方も全員来てください。もうね本当に明日は増員が重要すぎて、ウルトラスフェスタさんに出演させてもらうんですけど、もうめっちゃ増員重要なんで、絶対もう来れる人全員来てほしいです。お願いします。
その時はね、あ、ちょっとね、奈々ちゃんとね、あの、まあ買いに行ったというとある買い物がね、今日明日は役立ってくるということで、まあね、ちょっとね、まあ、ウルトラスフェスタなのでね、まあちょっとお楽しみに。ね、いつもと違った金セレちゃんがね、出てくると思う、出てくる見れると思うので、皆さんぜひぜひ会いに来てください。本当にね、あのね、おーみたいな。おーみたいな。なんかね、ちょっとね、ネタバレになっちゃうんでいろいろ言えないんですけど、ちょっとね、まあ、あのウルトラスフェスタなので皆さんお楽しみに。あ、上野さんこんばんは。こんばんは、今日見に来てくれてありがとうね。安井ゆき、寝ようとしたらひやの配信してるや。それでひやの配信してます。寝る前やった。じゃあセーフってことありがとう。明日暇にしますって。行くで。あー嬉しい、ありがとう。いや、そう、本当にね、明日ね、もうね、みんなに来てほしいです。もう明日はね、そうね、まあね、本当にね、まあね、もう大丈夫、喋れてないよ、頑張って。本当にね、明日はね、ちょっとね、もうね、同意も重要なんですけど、本当にあの明日はスペシャルな金セレが皆さんにお見せできるので、まあちょっとなんか楽しみにしててください。本当にね、あのね、まだちょっと言えないんですけど、すごくすごく皆さんわーってなると思う、なりますので、みんな見に来てください。で、キヤさん、ワンちゃん仕事早くあれば。あー、ほんと、来てほしいですね。さっき会えてないもんね、また会いたい。アンディさんも明日仕事早くあればね。本当にみんな、そっか、明日って平日やんな。平日やし、多分5時半とかやっけ、多分それぐらいやんな。うわー、皆さん来てくださいね。みんなでもお仕事偉いね、頑張ってね。あっきーのお疲れ様。あっきー、やっほー、今日いたね、ありがとね。てかフェスタ楽しんで。楽しむね、ありがとう。そう、本当にね、じゃあウルトラスフェスタさん出演させてもらう、久しぶりかな。そう、久しぶりなのでね、もう本当に楽しみにしてるんですけど、まあね、皆さんぜひぜひ会いに来てください。ちょっとすごい明日のやつが楽しみです。明日ね、すごいね、ちょっとおーみたいな、あ、はい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 みたいな、ちょっと言えないんですよ、本当に言えないんですけど、ちょっとね、シークレットなんだ、内緒なんですか、内緒だから言えないのがちょっとつないんですけど、もうね、すごいみんな喜んでくれると思います、とっても。なとまきさん、こんばんひなのん、こんばんひなのん、見に来てくれてありがとうね。昨日元推しとひなのちゃんが夢で共演しちゃったので、あらさが増しました。ほんま、夢にまで出てくるってことは、ひなののことめっちゃ好きですね。ね、ひなののことめっちゃ好きじゃないですか。ね、嬉しい。今日も夢見てくださいね。会いたい気持ちある、会いたい気持ち受け取ってよ。会いたい気持ち受け取るよ。ありがとう。ありがとうね。明日は得点もすごいもんね、アンディさん。そうなんです、明日はすごく得点が、すごく得点がじゃない、得点がすごくたくさんあって、そう、キミセレ史上最強に得点がすごいんですよ。指名得点みたいな、キミセレでじゃあ 入場してもらって、その得点があるんですけど、あの、明日は動画と全員写メとチェキです。あとキミセレポイント2倍。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。本当にめちゃくちゃ豪華なんですよ。なので、もうぜひたくさんの方に来ていただきたい。本当にちょっとね、手バン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 しちゃった、興奮しちゃった、テンションが上がっちゃった。本当にぜひ来ていただきたいです。明日も時間あるよって方は、ぜひ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 気見せれで、あの、入場して会いに来てください。お願いします。しのさん、こんばんは、こんばんは、やっほー、ありがとうねん。気になるな、予想的中したい。あすか、そう、ちょっとね、あのね、本当にね、まあね、まあ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 、あの、でも、なんだろうな、まあ、ウルトラスフェスタですよ。まあ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 。キヤさん、人見知り発揮しているひなのちゃん、可愛かったです、夢の中で。人見知りか、ひなの人見知りするかな、人見知りか、してそう、ひなの。するかな、人見知りひなのするんかな、どうなんやろ、
考えたことなかった。ドキドキみたいな。ヤスユキ近い人羨ましいね。ねえ遠いもんね。いた、手をぶつけました。痛い、なんてこった、痛い、困る。ねえまた会いに来てね。本当に手をぶつけました、痛いね。二択で迷ってる。マジ二択。え、ちょっと何、何の二択なん、気になる、教えてや。明日どちらでやるんでしたっけ。明日は渋谷のクワトロだっけな、クワトロみたいなやっけ。え、そうやっけ、なんか渋谷のとこ、渋谷クワトロみたいな感じのとこやったはず。なんか渋谷です。え、渋谷クワトロやんな絶対。え、違うかな、多分生徒も会いに来てください。待ってます。純太郎さん、バラありがとうございます。ありがとう、バラ。今の絶対痛いやん。うん、めっちゃ痛かった。実はやけどめっちゃ痛かった。いや、そんなに痛くないかなって思ったら、思ったより痛かった。なんでか教えたろか。あのこのさ、爪あるやん、爪のこの爪となんかさ、指の境目をガンってやったから、痛いなーみたいな。結構ちょっと思ったよりもまあまあまあ痛かったんですけど、まあ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 無視します。ヒヒヒヒヒ、無視していこうと思います。明日も行きたいけど昨日も行きたかったです。なんかね言っとったよね、ツイートでなんか行きたかったみたいなね。ーでもね、心の中では、夢の中か、夢の中で会えましたもんね。たかひろ、やっほ、やっほー、見に来てくれてありがとう、イエーイイエーイイエーイ。新衣装か虎のコスチュームだったやつは、おー、なるほどね。まあなるほどね、なるほどね、まあ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 、なるほどね、まあ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 、いや、まあ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 、お楽しみに、まあ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 、まあまあまあ、まあ別に私は合ってるとも間違ってるとも何も言ってないですからね。まあ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 、お楽しみにって感じです。ともゆき今日はありがとう、癒されたぜ。あー嬉しい、ともゆき、やっほー、癒された、癒された、どんだけ癒された。ありがとうね。だから渋谷クラブクワトロ、そうね、そうクワトロやんね、やっぱり読み方合っとるかな、合っとるよねクワトロで。そう、渋谷クワトロさんです。明日ウルトラセスタさん、皆さん見に来てください。あ、ナルセさんもクワトロで合ってるって言ってくれてるね。本当にクワトロです、本当にクワトロですってなんだって感じなんですけど、クワトロで合ってました。渋谷クワトロさんで、クワトロさんで、明日ウルトラセスタさんに出演させていただくので、みんなもう会いに来てください。もう来れる人本当に全員来てほしいです。本当に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 来てほしいです。お願いします。アリさん、指先が痛いよね。そうなのです、そうなのです。ちょっとびっくりしちゃった、あれみたいな、痛いやんけみたいな思って、ちょっとびっくりしました。マングースさん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうね。明日会えなかったら6月こそ会いたいですね。6月会いたいね。ねえ、いっぱい会いに来てくださいね、いっぱいね。あれもしてくれてるからね、ツイッターもね動かしてくれてるもんね。ありがとね。気になりすぎて寝れない。あ、本当気になりすぎて寝れない。え、じゃあ今日はオールですね。え、本当にでも本当に多分喜ぶと思う、本当に喜ぶと思う、これはもう断言できます。みんなすごく喜ぶと思う、うわーみたいな。うん、まあ明日限りということでね。まあ明日限りとか、そうだね、そうですね、明日限りということで、明日限りのね、ちょっとね普段とは違う見せるお見せできるんじゃないでしょうか。ともゆき結婚して、結婚してありがとう、結婚しような、絶対結婚しような、ありがとう。カッチーこんばんは、あーカッチーこんばんは、ありがとうね見に来てくれて。赤さんクワトロですね、大阪のクワトロにしか行ったことない。明日仕事、わー明日お仕事か、じゃあね、お仕事頑張ってね、また会いに来てね、最近会ってないから会いに来てね。また会いたいね。だけ、平日仕事でストレス溜まってたから、日向の配信でストレス発散、ほんと
ヒャナの配信で癒せましたか？ヒャナが癒してあげます。ラブあすか、あ、新章じゃない、まあそうだ、いやそうだねとかは言わないよ。まあね、まあ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 、明日どうなるかわかんないですけど、まあまあまあお楽しみにということで、まあね、ウルトラスフェスタさんですからね、まあ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 、まあ、別に私はね、あの、まあネタバレしちゃダメなので、まあ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 、まあ、何も言わないんですけど、まあ楽しみにって感じですね。ベッコゾーさん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとう。カッチ、土日連続でひなこにやってきました。あれやろ、なんかさ、波動みたいなやつじゃなかったっけ、なんかさ、なんかのしてなかった、波動、波動のなんか、おーみたいな、おーカッチーみたいな動画、なんかのしてなかった、あれ違う、なんか、見た気がする、ヒヒヒヒヒ。てか癒してくれるのか、ありがとう。そうだよ、私が癒してあげます、ラブ。首まで揺らしちゃった。ひひ。やすゆきさん、いつもほんまにほんまにいつもひなのんかわいい。嬉しい。ほんまにかわいいか？いつもほんまにかわいいかってちょっとさ、なんかかわいいかってなんかややね。嬉しい、かわいいって言ってくれて嬉しいです。ありがとう。ひなさん、わいも4月29日の幸せ。幸せな日すぎて楽しい日がなかったので配信見れて癒されるし元気出ました。本当？本当？嬉しい。じゃあひなのがね、もうね、これからもいっぱいいっぱい癒して愛をプレゼントします。嬉しいね、みんなのね、みんなをね癒してね、幸せな気持ちにできるように、野田ひなの頑張ります、ラブ。痛い。さ、本当にさ、ぶつけるのさやめやん、ほんまで気をつけよ、ほんまで。あのなんかさ、ちょっとうちの机はな、ここのあのなんかこのさ、なんていうの、奥面というかさ、机のさ、なんていうの、面というかさがね、ちょっとガラスになってんのよ。ちょっとさ、かわいいやつ買ったさ、そう買ったっていうかさ、あのなんか入居した日にね、そう、それをね、あのになってるんですけど、ちょっとだからぶつけると結構痛いんですよ。だからぶつけないようにしようしようって毎回ね、もうね、ずっとね思ってるんですけど、まあ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 人間なのでね、そういうこともそういう時もあるかなっていう感じですね。終電で家まで帰るとこ帰れるかな、赤さん。今から気をつけてね、お家。でもだってもう外結構遅いですよね、結構遅いですよね、じゃないな、結構遅いですね。うん、ちょっと自分が何を言ってるのかまあ分からんくなってきた。そうね、外結構遅い、違うな、もう遅いですもんね、時間。ちょっとほんまごめん、大丈夫かな、部屋のね、気をつけて帰ってね。ハーフツインがマジで出れた、友達ほんま、ハーフツイン。そう、なんかさ、スタッフさんにな、ちょっとさ、あのさ、ハーフツインどうですかって聞いたんよ。そしたら、あの、いや、いいと思いますよ、ハーフツイン似合ってますみたいな、なんかでも、あの、いつもよりいいですって言われて、いつもよりいいです、そうですよねと思って、私もそう、ポニーもね、普段してるんですけど、ちょっと普段よりもなんかいいんじゃないかって思って、メンバーにからも大絶賛だったので、結構嬉しいです。ニコニコだよ、ハーフツイン。アンディさん、いつも癒しありがとう、これからもいっぱい癒すね。たくやラブありがとう、発散できた、ほんま発散できた、よかった、ラブ。これ今ハートがいた、見える、イエー。カチ、相変わらずよく見ておられますね。いやさ、そんな部屋の監視してるとかじゃなくて、たまーに見るだけ、そんなな、そんなさ、なんかちょっと監視みたいな感じじゃなくて、まあちょっとたまーに、あの、あ、いい、そう、なんかさ、いいねしてくれたりとかさ、コメントしてくれたりとでさ、なんかこうやってさ、なんか見る、そう、見る。なんかちょっと、あ、ちょっと見よっかなみたいな、そう、なんかインスタとかやったらさ、なんかさ、あの部屋のインストーリー見てくれて、なんかその中でストーリー載せる人とかやったら見る。だから、まあでもね、まあ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 、まあ、めっちゃ見てるわけではないかなみたいな感じなんですけど、たまにみんなのこと見に行くので、でね、皆さん見られて困る内容は載せないようにしましょう。
ケイさん、6月は3回くらい、3回は会いに行けるように目標立てますね。嬉しいね、いっぱい会おうね。嬉しい、目標立ててくれるの。嬉しいでちゅ、嬉しいでちゅってどう嬉しいでちゅってなんかすごいちょっとね、うわーって感じなんですけど、すごい嬉しい、ありがとうね、本当に。たくみなな、お疲れ様でした。お疲れ様。そう、ちょっと今日さ、ななさんとうどん食べた時にたくみの話したで。たくみの話したで、したでしたで。だからこれでストレスがたまらず仕事頑張れそうだ。ひなののおかげありがとう、嬉しい、よかったね。お仕事をね、ひなのちゃんをモチベにして頑張ってください。ひなののおかげですって、嬉しい。アンディさん、ひなのんラブ、ひなのんもラブ。え、そう、今日さ、アンディさんがさ、あのさプレゼントしてくれたさ、スクラッチアートあるやん。それが なんか手違いでな、ミオの方に行ったらしくて。そう、やから、あのミオにな、あのミオから写真が来て、あのひなののやつがあの混ざっとったって言って、ちょっと明日もらうことになった。ごめんな、明日な、あの明日もミオに会うんで、そう、あの台湾やもんでね、会うんで、その時にあのミオからもらいます。ごめんね、ありがとうね、プレゼントしてくれて、大事にします。返されると愛感じる、ひともゆき、ほんま？ほんま？愛感じちゃう？愛ですか？私はね、結構ね、まあ愛は重めの方なので、まあ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 、ちょっと楽しみにしててください。まあね、まあ見られて困る内容はね、まあ載せないようにしましょうね。はーい、キヤさん、ひなのちゃん専用赤だけではなく、オタクの本赤の方でもツイートするようにします。本当？嬉しい。じゃあちょっとそっちも見よう。もう見とることね、もうちょっとね、まあみんなも分かってると思うんで、まあ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 、ちょっとね、まあまあまあ見ていこうと思います。そうね、毎回ね、全部をね見れとるわけじゃないんですけど、たまに見ていくので。嬉しい、ありがとうね。野田ひなのさんのね、ツイートしてくれるの嬉しいです。まあね、あの大体ね、ハッシュタグ君セルとか、ハッシュタグ君とセレンディピーとか、ハッシュタグ野田ひなのとか、野田ひなのとかついてたら大体いいねしてます。大体は全部はできてないかもやけど、まあ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 嬉しいので、ヒヒヒ。基本ひなこ関連ツイートなので見られても大丈夫なはず。確かにそれは大丈夫やった、大丈夫でした、大丈夫でしたってなんやねんって感じやけどな、その判断基準何って感じなんですけど、まあ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 、まあ、でもね、嬉しいですよ、みんなひなのさんのことね、ツイートしてくれたりとかね、キミセイのことツイートしてくれたりとか見てます。ヤスユキ、ひなのん関連のツイートとかインスタならストーリー載せたら、載せて載せて、嬉しい。もうな、あのな、メンションとかしてくれたらめっちゃ見に入るで。そう、なんかさ、あのさ、全部見れてない時とかもさ、あのメンションとかタグ付けとかしてくれたらすごいね、あの分かりやすいんでね、ぜひぜひ野田ひなののことを喋るときはつぶやくときはぜひぜひつけてください。たくみ、7ツイートしかしてないから問題ないです。めっちゃ愛伝わる。めっちゃ愛伝わっとるで。そうね、あのね、たくみがね、最近ね、ちょっとね、なんかさ、あの勝手にな、あの部屋の穴、たくみはね、そんなね、あのなんか喋らんイメージが勝手にあったんよ。でもなんか最近ちょっとさ、今日並んどる時だからちょっと喋ってくれたやん。だからちょっとひなのに、あの心許したんちゃうみたいな話をななとしてました。いえ、許した、ほんと心許してくれた。アンディさん、なんかなんだかごめんね、明日受け取ってね。そう、アンディさんが悪いわけじゃないねん。そうそう、なんかね、多分なんかあの時さ、めっちゃさ、あの出るのがバタバタやったんよ。だから多分ね、あのスタッフさんがね、ちょっと間違えちゃったんだと思う。ごめんね。でもね、本当にね、早くね、ちょっと受け取るのが楽しみです。ちょっと飾ります、我が家に。嬉しい。だってさ、ひなのためにめっちゃ一生懸命こうやってさ、あの、あれ、掘るっていうんか、スクラッチやから削るか。削ってくれたんやろ、あれな、なんか途中経過のツイートとかもな、めっちゃ見て嬉しかったんですよ。ありがとね。カッチー、見てます、わらわら。そうです、見てます。しっかり見てます。キヤさん、キミセレさん、また早く、UD。ユーニドルさんかな、関連イベ出てくださいね。出たいね、めっちゃ出たいですね。次ね、またね、まあオープニングでもスペシャルでも何でも呼んでもらえるように頑張りますね。呼んでほしい。この前あったのね、うちらね、出へんかったもんね。またね、呼んでいただけるように頑張ります。
まあ DM で写真撮って写真送った通りでございますかちね。そのね DM もねちょっとお返事できないんですけどね、全部見てるんでね、ちゃんとね愛伝わってましたよすごかった、ほんまなんやと思ってさ、あの車のやつすごかった、ガチやんと思って勝手に一人でテンション上がっとったアリさんこちらこそありがとうね、ありがとうね本当に。てか皆さん以外の列並ぶと怒られそうなのでなかなか行けないですよね。奈々さんはねもうねほんま可愛いっすよね、ほんま可愛いっすよねとかさ、すごいさなんかファンの人みたいな立場で喋ってるんですけど、今日はねじゃあちょっとね羨ましいと思うんですけど、奈々とまあちょっと手繋いで2人でうどんを食べに行ってちょっとうどんデートしちゃいました。ちょっとこれ自慢してますね本当に赤ちゃん終電より前に乗れて寝ても終点なのが最寄りなのでラッキー。あ、それはめっちゃよくない？寝て終点なのはめっちゃいい、めっちゃいい。なんかさだって寝過ごしとかめっちゃ怖いもんな本当に。だってさなんかねどっか行っちゃうとかさ困るよね。終点いいな。いやメンションしてもしなくてもいいねくれるの嬉しい。そうっすよそうっすよってなんだって感じなんだけどさ、そうね、あのね、あのなんかねなるべくねいいねするようにして。そうそう、なんかさ DM とかでさひなのさお返事とかさスタンプのお返事とかもさできひん分さ、ちょっとなんかさいいねでなんかいいねできたらいいなと思って。まあでもシンプル私が見るの好きっていうのもあるんですけどきょんさんこんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとう。赤さん朝の8時ツイートは期待して、あ、青い鳥で待ってます。青い鳥ツイッターか。そうね、朝の8時ツイートさ、すごくない？私さちょっとあんま自分ですごいとか言うのもどうかと思うんですけど、私この睡眠が大好きな私がこんなに朝8時に起きるっていうのを続けられているのがちょっと自分では結構感動しましたね。うん、スタッフさんもねちょっとこんな続くと思ってなかったんか、なんかすごいって言ってくれて、なんかいや続けてるのすごいっすよって言ってくれて嬉しいと思って結構テンション上がった。そう朝ね休みの日でもねどの日でもね毎朝8時に起きておはようございますって撮ってるんですよ。そうみんなねまだねあの聞いたことないよって人ぜひぜひ聞いてください。野田ひなのはおはようございますをツイッターの8時になんかボイスやんな、あのボイスみたいなやつでやってるんですよ。そうなんかさめっちゃさなんかさその機能さあんま分からんくてひなの最初。そうね、全然ねあんまりめちゃみんな使ってるわけじゃないじゃないですか。だからねちょっとあの人とちょっと違うことをやってみよう的なそういう感じでやってます。なんかさあのなもっとさ6時とかさなんか9時とかさ何時にしようっていう話をねしててね、あのスタッフさんとも話してたんやけど、なんか8時がなんかみんな絶対起きとって通勤の時間とかなんか通学の時間とかそういう系やから、なんかみんながその時になんか見やすいんじゃないかみたいな、なんかそうそのなんかツイッターを開く時間的になんか8時がいいんじゃないかってことで8時にした。のしゃ偉いでしょ。あんまそんな自分で偉いとか言うなって感じなんですけど、まあまあまあひなの的にはまあまあまあ、この睡眠が大好きな変な的にはまあ頑張ってるんじゃないかと、まあ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 、イエーイ。ガキって言ったよ手大丈夫か。キミセレさんの顔面平立の高さは異常ですけどさ、いやマジで、いやマジで可愛い、本当にうちのメンバーマジ全員可愛いんですよ。本当に写真とかも見とってももう全部可愛いんですよ。てかもうねもう楽屋とかでなんかえへへってしたらもう どのタイミングでも可愛いんですよ。どの瞬間を切り取っても可愛い。本当にねもううちのメンバーマジ全員可愛いんで、もう自慢のメンバーです。本当にマジで可愛いんですよ。でねもうみんなね面白くて、あのもうコミュ力もみんな高いしギャグ性も高いし、あのもうね優しい、しかもシンプル性格がいいんですよ全員。マジでみんないい子でね面白くて可愛いのでね、もうちょっとうちのメンバー最強だと思っております。いいでしょう、いいんじゃないかな。メンバーみんな仲いいんだもんさ。たくやそうなんですよ、本当にめっちゃマジで仲良くて、そう今日ねあのねみおね生誕なんでなんかドーナツを買っていこうみたいな感じでね、あのうちらねあのみお以外のね4人でなんかあのじゃあみおあの生誕やからちょっとドーナツでも買ってって、じゃあ先にプレゼントをみんなでちょっと早めに集まってみおのプレゼント買ってみたいな、いろいろしようみたいな感じで言ってやってたらもう鉢合わせしちゃって、
サプライズみたいな、あれみたいななって、ちょっとすごいドッキリしたっていう、びっくりしたっていうね事件もあってね、ちょっと思考回路まで一緒みたいな、もう毎日一緒にいすぎて家族みたいな、本当にみんな似てきてます。やすゆき関係ないストーリーもツイートも見てくれてるの驚く。そうね、なんか本当にそう、なんかさ、あの結構見る、なんかさストーリーとかはさ本当にあのなんかさ部屋の側のしたやつをなんか見てくれた中からとかちょっと結構いろいろ見とったりする。あすかちゃん本当にすごすぎる、大尊敬。嬉しい。そんなさちょっと大尊敬とか言われたらちょっとさ部屋のさ照れちゃいます。嬉しい、ありがとう。エセキ毎日ひなの聞いてるよ。嬉しい。本当にちょっと毎日聞いてくれてるの嬉しいです、ありがとうね。アイちゃんこんばんは。アイマルちゃん、アイちゃん、ヤッホー、見に来てくれてありがとう。呼ばれる時間じゃないとか言わないね、頑張ってるのひなのも。やだよね、本当にちょっと頑張って起きてます。偉い、偉いよね、偉いって言って。アスカちゃんいつかジップ出ましょう。出たい、出たいよ本当に、本当にね、もうね出たいです。君それ大きくなりたいですね、本当にね。うちのメンバーはねもう本当にねすごいね、もうねいいメンバーがね揃ってて、って何様って感じなんですけど、本当にいい子たちの、もう本当にすごいんですよ。うちのメンバーもねすごい、すごくて、もうスタッフさんとかもねすごいね、本当にねすごいいいんですよ。めちゃくちゃいい環境なので、ぜひぜ絶対にね売れたいですね、君それ大きくなりたいです。ちょっとね皆さんにね、ちょっと今日ねスタッフさんからねいろいろ聞いてね、まあ、皆さんにまだねお知らせできてないこともあるんですけど、すごいね嬉しいこととかもすごいあるので、本当にそうなんですよ。まだねいろいろ言えないんですけど、本当にねすごいね、多分ねみんな多分すごい喜んでくれると思います。もうね本当にまだ言えないのがすごい辛いんですけどね、本当に、え、まずもうメンバーって私っていうか、もうメンバーみんな聞いた瞬間えみたいな、もう大喜びみたいな感じのこととかもまあいろいろあったりするので、まあちょっとねいろいろね、まあ情報解禁というかいろいろお楽しみに、お楽しみにしててください。アリサドーナツの話感動した、本当にびっくりして、えみたいなね、本当にさすごいね、毎日一緒におったらほんま思考回路まで一緒になってくるんやなと思って。うちらメンバーね、あのドーナツとかがねすごい好きなんですよ。みんなね、好みとかもいろいろ分かってるので、この子はこれが好きやろうみたいな、そうそうそう、本当にねすごい、え家族みたいな、すごみたいな。マウンテンゴリラさん、初見さん、初見です。あー見に来てくれてありがとう。マウンテンゴリラさん、初見さん、今日でぜひひなののこと好きになってください。キヨさん、そういやこの前行ってるコンカフェでキミセルさん楽曲流れてて嬉しい気持ちになりました。えマジ、ええほんま、え待ってめっちゃ嬉しい、なにそれ、えそれマジで、えほんま、え待ってめっちゃ嬉しい、えマジ、ええ待って、えほんまで、めっちゃ嬉しい、なにそれ、えちょっと待って明日メンバーに言おう、待ってこれちょっとスクショしとこう、待ってめっちゃ嬉しい、えめっちゃ嬉しい、え嬉しい、えすごっ、キミセルの曲流れてるんや、嬉しい、やば、めっちゃ嬉しい、教えてくれてありがとう、待って上がった気持ち、嬉しい、すごいねすごいね、ほんま嬉しい。アリさんメンバーみんな優しい、そうなんですよ、そうマジでうちのメンバーみんな優しくて、もうマジでみんないい子なんですよ、ほんまおもろいんですよ、もうねもう全員ギャグ戦高い、ほんまで面白いです。マジでいい子たちの、いい子たちの集まりなんで、いい子のね、本当に本当にみんな性格いいんですよ、自慢のメンバーです。今日はな、あのメンバーにねちょっとね、あのねいろいろあーんってしてもらった、いいやろ、あのさ、あの今日ミオのね生誕ケーキがあって、あの私たちもね少しいただいたんですけど、ただね、あの自分で食べなくても大体誰かが口に運んでくれるんです、優しい、ちょっとみんなに餌付けされてます、みんなはね優しくね食べさせてくれるんで、ルイとかが食べなみたいな、あのとかもほらラズベリー食べなみたいな、でもみんな食べなって言って、もうみんなねもうみんな食べさせてくれるんですよ、あーんってしてくれるんです、嬉しいね、本当に甘やかされてます。
嬉しい。本当にね、今日もね髪の毛ね、あのルイに結んでもらって、そう今これ別のやつつけてるんですけど、ナナのリボン借りてみたいな感じで、あの服とかもなんかあの着方とかもなんか、嫌な子がかわしなとか、こうやってしたらもっと可愛いよとか、これかわいいとか、なんかちょっとリップこれいいねとか、もうめっちゃみんなもうなんかもう本当にお姉ちゃんみたいな感じで、すごいね本当にねみんな優しいんですよ。もうマジでもうみんなね、なんかお姉ちゃんがいっぱいできたみたいな。そう、天はひなのよりもなんか年下なんですけど、でもなんかもう、うん、ひなのがちょっとお姉ちゃんっぽくしたいのにもかかわらず、なんだかんだみんな甘やかしてくれるので、でもね、他でねできるところでね、ちょっとねみんなにねお返しできたらなと思うんですけど、みんながめっちゃね、最近でもない、ずっとなんですけど、めっちゃ甘やかしてくれて優しいんですよ。私が食べてたら何か、あの、まあね、ご飯とかをねみんなで食べてて、私がちょっと食事してるときはみんながすごい優しい目で見てくれます、ね、本当にね、ちょっとね大人っぽくなりたいと思ってるんですけど、まあね、この状況にすごく満足してしまっているので、まあまあまあ、ちょっと大人っぽくなりたいと言いつつも、まあまあこの状況すごい、まあ嬉しいなーみたいな思っている面白くてメンバーみんなリコさん、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、本当にね、うちのメンバーね、なんだかんだね、ちょっとね、頭いい、まあ、まあ私もトークが頭いいんですけどそう、この前でも、この前っていうか前の制服定期の時にね、キミセレ学力テストみたいなのやったんですよ。そう、学力テストみたいなのやって、そうね、なんかさ、キミセレの中ではな、ルイが一番頭良さそうやん、やのに1位がミオやったっていうね、ちょっとね、すごいね、すごくない？なんかね、でも意外とでもみんなめっちゃ頭いいんですよ。めちゃ今グループライン、メンバーのグループラインからめちゃラインがブーできてましたそう、もうね、会ってない時でもめっちゃずっとラインしてて、本当に毎日のようにグループでもうみんなでもわーって LINE してるんですよ。めっちゃ仲良しだから、もう本当にすごいもうファミリーみたいな。だって毎日やってるじゃないですか、お仕事ってね、毎日のようにやって、でも帰ってからも毎日のように LINE してみたいな、もうねずっと一緒なんですよ。まあ離れてても心は一つ的な、そういう感じですごいずっと一緒にいますいやの妹かなんかね、そうかな、でも長女なんですよ私、実は長女なんですよ。そう、三姉妹のね一番上なんですけど、そう今日ね、妹から昨日あ、ちょっと妹と LINE しとって、この前妹がね、昨日ね東山動物園に行ったらしくてね、お友達と、いや昨日送られてきただけで別日なんかな、ちょっと分からんけど、となんかね、お友達となんか動物園に行ってきたんですよ。三重なんで、うち掃除家が三重なんで、妹たちはまだ三重にいるんですけど、なんか愛知県の東山動物園に行ったらしくて、そこでね、なんかアイスを食べたんですって。そのアイスの形がコアラやったらしくて、見てーって言って写真送ってきてくれたんですよ。可愛くないですか？もうね、本当にね、もう私妹のこと大好きなんですよ。めっちゃ可愛くないですか？見てって、だってわざわざ写真撮って人に送ってきてくれるんですよ。 LINE でピンコンって、何やろうと思って来たら、なんかこれ食べたみたいな、なんて可愛いんだと思って、すごい可愛いんですよ、うちの妹。チャリスティンラッキーさんかな、初見さん、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ジンさんも初見さん、こんばんは、見に来てくれてありがとうね。エビオッ、こんばんは、可愛いですね、ピンクの服じゃないんですね。そう、ピンクの服はちょっと、ピンクの服でちょっと帰ろうかも悩んだんですけど、さすがにちょっとね、ちょっとあの主張が激しいかなと思って、まあ、一応私服に着替えさせてもらったら一応います。そう、ダラさんとね、うどん食べに行ったんですよ。さすがにね、さすがにダブルピンクでね、二人組でちょっとね歩いてたら目立っちゃうんで、そう、まあうちのね、ちょっとね、ダメだったら恥ずかしいかなーみたいなの持って、一応私服に着替えちゃいましたあすかちゃん、開演前女オタ、あ、女オタかな、
で、ルイちゃんが一番遠いでしょって言ってた。そう、なんかね、意外とね、違うんですよ。違うんですよ。ルイもね、あのね、なんか地頭的にはね、めちゃいいんですけど、そういう、なんかお勉強みたいな感じでは、ちょっと意外とね、私とかミオの方が頭いいんですよ。え、でも本当にね、キミセラメンバーマジでみんな頭いいのよ。でもね、私頭いいと思ってたんですけど、あれ間違えました。何やったっけ、ペリー、ペリーをナポレオンって書いたっていう、ちょっとね、まあね、まあ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 、ちょっと間違える時もあるんですけど、まあ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 、私たちは頭がいいです。まあ頭いいって自分で言っていく方が、まあ自己肯定感も上がるし、まあね、言霊っていうのはあると思うので、まあ言っていきます。私たちは頭がいいです。はーい。キヤさん、他に行ってる今後でもキミセルさんが広めてきますね。嬉しい。広めてください、いっぱいいっぱい、嬉しい。ぜひ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 広めてください。で、キミセルをみんなに布教してください。本当にマジでいいんですよ、うちらは。もう自分で言うなって感じなんですけど、マジでうちのグループの子たちは本当に最強なので。ピンクも似合ってたよ、アンディさん。本当嬉しい。そう、なんかさ、マジでさ、ピンクをさ、普段あんまり着ないんですよ。なんかあの、ワンマンの時のさ、あのあれとかさ、あのワンピース、なあの好きだなワンピースとかさ、あのちょっとあのたまに着ることはねあるんですけど、普段めっちゃピンクを着るわけじゃないんで、すごい新鮮でした。でもピンク好きよ、可愛い、やっぱり女の子って感じして可愛い。似合ってた、嬉しい、ありがとう。エビオ、キミセルメンバー頭がいい、てんてんてん、かてな、頭がいいよね。ありがとう、そうやって褒めてくれて。やっぱりそうなんだ、嬉しい、頭いいんだ、ありがとう、ありがとう、褒めてくれて嬉しい。あすかちゃん、 LINE のプロフ楽曲キミズマジ、嬉しい、ありがとう。キミズってやっぱいいよな。君がいてから僕は今優しい気持ちになれてる。めっちゃこれ可愛いですよね、いい曲。私エンジンのとこがめっちゃ好きなんですよ。世界で一番君のこと大好きだからの、めっちゃエンジンのとこがめっちゃ好きなんですよ。そのね、エンジンの時にね、メンバー同士でね、ちょっと顔を合わせてニヤニヤするのがすごい好きなんです。そうね、今日ね、あのミオの生誕でカバー曲やったんですけど、あのね、iLife さんのアイドルスタートパック、あのめっちゃフリコピめっちゃフリコピってやつと、桃色クローバー Z さんの怪盗少女かな、 Yes Yes We Are The のやつをやったんですよ。そう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 、あのね、両方ともね、結構ね、全力系の曲なんで、ちょっとね、暴れました。もうめっちゃ楽しかった。本当にキミセレは普段なんかそういうめっちゃなんかうおーみたいな、あげーみたいな、あげ曲みたいなのをあの普段ないので、それをやってもう本当に楽しくてめっちゃ上がりました。その普段とね、普段とちょっと違ったキミセレをねお見せできたんじゃないでしょうか。だってみんなね、あのまあ主役のミオはもちろん生誕衣装やけど、私たちはね、ちょっと私たちも髪の毛違ったりとかね、ミオの生誕T着させてもらったりとかですね、今日はね、いろいろね違った、またいつもと一人で違ったキミセレでした。めっちゃ本当に楽しかった、上がった、マジで気分上がった、気分上がった、テンションが上がった、そうテンションが上がりました、めっちゃ楽しかった。そうですね、怪盗少女の方ではね、ちょっとセリフのところをね、あのあれやん、あの何やったっけ、狙った獲物は逃がさないんで、そう紳士的パートナー大泥棒はーっていうセリフのねところがあるんですけど、そのねパートを任せてもらって、最初にね大泥棒をずっとあのもうなんかもう大統領って頭に一回入ってしまって、めっちゃやばいやばいと思って、でもなんとか覚えました。でもマジで両方ともめっちゃ盛り上がる曲で、すごい楽しかった。エビオ、千万円お金ありがとう、お金小判みたいなやつありがとう。エビオちゃん、最高のセドリだ、セサイル最高の瀬戸利だね、本当にマジで楽しかった。もうめっちゃ盛り上げみたいな、あげみたいな。そうね、ミオのねソロがね金曜日のおはようで、なんかあのミオ天のユニットがワンツースリーで、めっちゃ本当に可愛くて、
最初は最初のあのミオのソロとミオテンのユニットの2曲はなんかもうめっちゃ可愛いみたいな、アイドルみたいな、もうめっちゃ可愛いみたいな感じで、であの後半4人でやるやつはもう、あ、5人でやるやつはもう上げみたいな、もうめっちゃ上げみたいな、テンション上げるみたいな感じで、もうめっちゃ楽しくて、もうあの2人のね、あのユニットとかね、ミオのソロとかもめっちゃね、あの横で見てたんですけども、ほんまで可愛くて今日マジで楽しかったです。エビ、明日のライブいつもと違って書いてありましたが、なんだろう。いや、そうですね、じゃあ明日のライブはまあまあまあちょっとね、まあまあまあウルトラスフェスタさんに出演させていただくということで、まあウルトラスフェスタさんね、ね、まあね、まあまあちょっとお楽しみなんですけど、まあちょっといろいろとも言えないんですけど、まあまあまあ普段とねちょっと違ったキミセレが見れるんじゃないかなみたいなね。明日限定なので、そう、明日限定なので、もう本当にぜひ見に来てください。本当に明日空いてる人、みんなウルトラスフェスタさん会いに来てください。動員重要だし、あの私みんなに来てほしいし、あの特典もめちゃくちゃ豪華だし、普段とは違ったキミセレをお見せできます。お見せできます、ん、見られます、お見せできます、ちょっとわかんないけど、本当にもうぜひ明日空いてる人来てください。あすかちゃん、キミセレも今後盛り上げ曲欲しいね。本当に欲しい。え、もうなんかあの結構さ、あのなんかアゲみたいな曲が今まだキミセレにはないから、そっち系の曲もめっちゃやりたいなと思って、それかもう逆になんかもうめっちゃ可愛いみたいな、ブリッブリの可愛い曲とかもやりたい。でなんかヒアノがちょっと個人的にやりたいなっていうのが、ちょっとなんか頭おかしい曲というか、ちょっと頭おかしいって言うとすごい言い方よくないんやけど、ちょっとすごいなんかあの変わった癖のある感じの曲とかもちょっとやりたいなと思っとるね。なんかいろんなさ、あの曲がさできるようにさ、なんかなりたいなと思って、いろんなさ、いろんな楽曲をちょっと持って、なんかいろんなね、あのどんなのが好きな方でも刺さるようになりたいね。キミセレはマジで曲が今めっちゃいいので、そう、うちらのね今ね、あの持ち曲が7曲かな、7曲あるんですけど、どの曲もめちゃくちゃいいんですよ。超いい曲で、歌詞とかもメロディーとかもめちゃくちゃ良くて、歌詞の読みとかもすごい良くて、めっちゃいいので、これからね曲の増えるのもね、皆さんぜひぜひお楽しみに。キヨさん、ナナちゃんの生誕のシンクロニシティも羨ましすぎました。そう、ナナちゃんの生誕も本当にもうマジで、ナナちゃんのシンクロニシティめっちゃ綺麗で、本当にガチの乃木坂さんみたいな、え、うちの石橋ナナってまさかやけど乃木坂さんやったみたいな。そう、なんかあの裏のねモニターでナナのやつ見れたんですよ、うちら。であのナナのソロをねずっと見てて、めっちゃ綺麗で、もうへーみたいな、本当に乃木坂さんみたいな、マジで綺麗で、もうマジでテンション上がりました。でね、5人ではあのガールズルールを披露させてもらったんですけど、もうなんか可愛いみたいな感じで、もう夏って感じでも全力で楽しみました。それもメンバーでね、みんなで一緒に練習してめっちゃ楽しかったです。やっぱりね、私ねめっちゃ好きですね、なんかこういうさ、なんか生誕とかさ、そう、なんかさ、普段とさ、普段もめっちゃさ、普段の対バンとかさめっちゃ楽しいけどさ、なんかやっぱテンション上がるよね。たかゆき、鬼滅の歌詞で友達でも嬉しいけど、もどかしい気持ちさ、お気に入りの歌詞、え、ねえ、わかる。友達でも嬉しいけれど、もどかしい気持ちさ、野田のパートではないね、確かそこ、うん、違うなえ、そう、でも本当にめっちゃもう歌詞が全部良くて、もうめっちゃいいんですよ、曲が。エビオ、なるほど、明日だけ野田ひなのさんが175センチに。お？おや？おや？まさかだけど私が身長がめっちゃ伸びちゃうかもしれない。いや、175じゃなくてね、もっとも198とかもめっちゃすごい高いくなっちゃうかも。ひなのがもうめっちゃすごい身長になったらみんなびっくりしちゃうかな。もうなんかすごいさ、一回マジで身長高くなってみたいよな、ひなの。今ね、ひなのの身長が146かな、100、うん、46かな、多分146センチなんですよ。本当に背が高いのをなって、背が高くなってみたく、背が高いなんか世界を見てみたいんですよ、私も。だからちょっとね、一回ね身長高くなってみたいです。いいな。でも行けるようになりました。押したかな。おー、嬉しい。
やったー。じゃあ明日のね、ちょっとね、私たちのね、ちょっと一味変わった気にせれをお楽しみに。ちょっとね、喜ぶと思う絶対。今度は天の生誕様へお待ちくださいね。次千天、天は6月なので、確かに。でももうちょっとじゃない？ 1 ヶ月ぐらいか。ね、ここら辺誕生日結構続いてるよね。ねえ、嬉しい。楽しみ。奈々乃木坂大好きだよね。そうね、奈々ちゃんめっちゃね、奈々ちゃんとか久しぶりに言ったかもしれん。奈々めっちゃ乃木坂さんめっちゃ好きなんですよ。でもね、本当になんかもう、奈々も乃木坂さんみたいなもんやしおみ。ね、めっちゃね、すごい、ぴったり。今日さ、ひなちゃんが自分のこと野田って呼ぶと、ワイも一瞬反応してしまうんですが。確かに、確かに反応しちゃうな。そう、たまにね、自分のこと野田って言います。野田です。でも なんかさ、あの部屋のさ、すごいさ、あれやったんよな。なんかさ、あの、小学校とかのさ、給食の時とかにさ、なんかさ、放送のさ、する時とかにさ、担当は野田でしたっていう時に、野田でしたがめっちゃ言いづらくて、すごい練習しとった、実は。担当は野田でしたみたいな。野田でしたってさ、ちょっとさ、ダとデでさ、ちょっと難しいやん。野田でしたって言ってめっちゃ練習してたもん。来世はキリンになろうね。来世はキリンになって、すごくすごく身長を高くなって、みんなを見下ろせるように頑張ります。ヒヒヒヒヒ。あすかちゃん、ヤノンの最初の歌、私の君といつまでもが好き。ほんま嬉しい。そこ好きって言ってもらえるのめっちゃ嬉しい。そうね、なんかさ、今日とかさ、なんかさ、あの生誕の時とかはなんか、ミオといつまでもとか、この前やったらナナといつまでもとかで、ちょっとね、いろいろね、あの変えれるのがね、またね、楽しいポイントなんですよ。そうね、一発目、まあね、ちょっと歌い出しなんで、ちょっとね、あの外さないようにいつもドキドキしながら歌っております。でもね、あそこめっちゃ好きなんよ、ひなのも。君といつまでものとかめっちゃ好きやねん。嬉しい、そこ好きって言ってもらえるの。でもアイドルは背が低い方が可愛いよ。そうかな。うん、なんかさ、自分がさ、身長がさ、低いからかさ、なんかあれなんよな、あのなんかすごい高いのにめっちゃ憧れる。そう、なんかさ、他のさ、あのアイドルさんとかでさ、身長低い方やったら、あ、めっちゃ可愛いとか思うし、なんか高い人とかめっちゃ綺麗とか思うんやけど、自分が今低いからか、なんかさ、すごい、まあ、両方体験したくなる。そうそう、なんかね、でもね、他の人はね、めっちゃね、どんな身長とかでも可愛いんですけどね、なんか野田ひなの的にはね、もうちょっといろいろ高い身長も経験してみたいなと思っている。ヘイデイさん、ヤッホーヤッホー、あー見に来てくれてありがとう、ヤッホー。歌詞アレンジバージョン、そう、歌詞アレンジバージョン、そう、今日のね、好きだ好きだ大好きだとかも、あの生誕の時やったら、好きだ好きだみあのことみたいな感じで、そう、君を変えれるんですよ。でもちょっと聞いてください、私の悔しい話があるんですよ。なんかみんな君セレのメンバーって2文字なんですよ、名前が。ナナでしょ、ナナでしょ、ミオでしょ、ルイでしょ、テンでしょ、4人とも2文字なんですよ。だから君といつまでもとか君のこととかでもいけるんですよ。でもなんと野田ひなのだけ3文字なんですよ。悔しい。だからそう、メンバーと話しとってね、ひなのやったらどうしようみたいな、野田のことかなみたいな、野田と思って、なんか野田のことってなんかさ、もっとさ、可愛いのがいいやみたいな話をね、めっちゃしてたんですよ。だからなんかひなのこととか野田のこと、あ、のんのこととかね、そんな感じかなみたいな話をねしててね、でもね、野田のことが一番しっくりくる気もするなみたいな話をしてたんよ。そうなんですよ。僕もあれ好きです、明るく照らすのところが好きです。あ、人生のね、明るく照らしてくれるのは、あそこね、あのね、めっちゃね、歌うの難しいんやで、あれ。そう、あのあそこのパートね、めっちゃ難しいんですよ。でもね、めっちゃ私もあそこ好き。なんか最初の頃にね、天もね、ここのね、パート、あのめっちゃ好きって言ってくれた。めっちゃね、めっちゃいい、めっちゃ好き。でも君てりはね、もう歌詞ね、全部めっちゃいいしね、もうどこ歌ってても楽しいんですよ。歌い出しは緊張するでしょ、アリさん。そうね、なんか歌い出しね、緊張するかも。めっちゃ緊張する。そう、なんかさ、君いつのね、何やったっけ、
あれをなんその歌い出しをね、あのスタッフさんから教えられた時に、ちょっとここ歌い出し君といつまでもでひなのやつで世界観が変わるからみたいな、ちょっとあの頑張ってねって言われて動き したよっていう話なんだけど、今充電が 10% になったので充電をしていこうと思います。よいしょ、 OK、 OK じゃない、まだこっちに刺してなかったよ。 OK、 これで充電が切れることはなくなりました。EQ さん、野田なのだ、そう野田なのだ、野田ひなのなのだ、確かにひなのだけ3文字、そうそうなのよ、そうなのよ、そうなのよ、えんためき、やっぱりのんの回せーが最高ですよ。そうなんかね、私ね君せらん中でねちょっと煽りをねさせてもらえることも多くて、そうなんかあのやっぱアゲの時はひなのってちょっとメンバーに言ってもらって、えそう嬉しいと思ってめっちゃ嬉しい、そう、ね、盛り上げられるように煽っていきます。これからもそうチャンスとかね、あの君一とかの時にあのなんかこうあのチャンスはなんかチャンスは回るものだからの時にこう回すので回せって言ったりとか、そうね君一やったらあのなラストのなんか大好きだからで一回下がって君がいてからでこうやってちょっと手回す振りがあるんですよ。そことかで回せって言ったりとか、なんか人生の最後とかやったら行くよとか好き好きもなんかいろいろ煽らせてもらったりしてね、めっちゃねたくさん煽りさせてもらってるんですけど、めっちゃ楽しい、上がる気分が。ようくんこんばんは、あーようくんやっほー、今日いたねありがとね。きよさん、野田さん得な曲になりますね、野田さん得な曲、確かになる確かになる野田ちゃん、よく洗濯干し終えて配信間に合いました、洗濯えらい、ありがとね見に来てくれて、洗濯えらい。エビオ、野田ひなさんのパートわかります、お休みしたら行って向かいます、にっこり、本当ですか本当ですか、じゃあ今度私の代わりに一回立ってみてもらってもいいですか、で私がじゃあ逆にお客さんのあの立場になってこうやってめっちゃ全力でコールしますね、やっぱり君セレ可愛いよって叫びます。そうなんかさ好き好きがさあれやんか、あのなんかガチ恋恋情な、なんかハーフやっけなんか言うとかあるやん、あれもめっちゃ好きやねんな、あとねあれ何やったっけ、あの何やったかな、あのお餅が大好きてんちゃんとかあれやとかもねめっちゃ好きなんですよ、嬉しい、やっぱコールってめっちゃいいですよね、マジでコールあったりとか名前呼んでもらったりとかでマジであのテンションがさらに高いのがもうさらにさらにさらに高くなってもうめっちゃ楽しくなるんですよ、だから本当にね皆さんのおかげでもういつも楽しいです、ありがとうございます。翼の時にそれぞれのの手の動きを教えてください、私はどんな動きしとったっけ待って翼ひなどんな動きしとった、なんだっけちょっと待って、え待って大丈夫自分、私何回もろっとるはずねんけどな、翼は人は誰も生まれながらに翼があるんだ、あの日見た夢は叶えるための夢だったじゃないか、届かない空をただ見上げるだけでいいのか、それぞれの、はいわかった、ひなのは斜め右斜め下左右下それ右上こっち、それぞれのんそれぞれのやな、うん、みあの右上左下、ま、右上左にやっとる、それぞれのうん多分それのはず、待ってなんかえ多分合っとるよな、いいのかそれぞれのうん多分合っとるこっち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 、でもメンバーによって全員違うんですよ、全員がバラバラのなんかそれぞれやから全員それぞれの方向を指そうみたいな感じで毎回指すときに、まあ、なんか全員かぶんないような位置になってるんですよ、そうなんです、結構ねあのね君セレはねダンスもあれ全部あのこだわりというかなんか歌詞の意味が含んであったりとかいろいろめちゃくちゃ深いんですよ、だからねそこもねちょっと注目してみていただきたいポイントですね、結構みんな
メンバーによってやってる振りが違ったりとかするんですよ。そのそれぞれも本当にそれぞれっていう歌詞なんで、それぞれの誘うみたいな感じになっているんですよ。落ちサビの時は、落ちサビの時見上げた空は、あの最後のとこ、最後のとこも全部一緒、全員それぞれの、もう、うん、なんかみんななんか最初と最後は一緒なんやけど、メンバーによって動きが違うみたいな感じになってるのさ。そうなんですよ。てか今何時ですか、教えてください。あんまりね長くやってると眠くなっちゃうから、明日も早いのでね、そんな長くないようにします。計算12時4分か、じゃあ12時15分になったら教えてください。12時15分になったらお休みします。あれ、るーちゃん違ったからみんな違うのかと思った。あれ本当、うん、みんな一緒なはず。あれ本当違うかな。多分みんな一緒やと思う。そのままみんなできるなみたいな感じになった気がするよ。確か確か、そういえばみよちょこひなのんチームは結構余ったでしょ。そうそうなんです。だからちゃっちゃらー持って帰ってきた、一粒持ってきた、テンがいっぱい食べてた持って帰ってきた。かわいい、かわいいな、かわいい、おやつにしよう。歌声かわいいよい、納豆巻きさん、え、ほんま嬉しい、歌声かわいいって、やった。え、なんかでも最近ね、私ね、でもちょっとね歌声がねちょっとねなんか低くなってきてるような気がして、ちょっと困ってる。うん、なんかね、ファントムとか、なんかファントムっていう曲があるんですけど、私たちのオリジナル曲に楽曲でやるんですけど、ちょっと結構どちらかというとかっこいい系の曲というか、なんだろう、愛が重い感じの、なんだろうな、なんて言うんだろう、ちょっと普段とは違った感じの気見せるのの曲があるんですけど、そういうの時とかめっちゃ声低くして、なんかちょっと変えるようにしてます。私も目の前にサマチロルある、お揃いちゃんじゃないか、お揃いちゃん、お揃いちゃん、とびきり可愛い表情お願いします。ヘイデさん、とびきり可愛い表情ニコ。可愛い表情できたかな。アッキーさん、ひなのんが投げたやつ俺がゲットしたね。ゲットしてくれたの、ひなのんの手がついたチョコ。なんか言い方やだ、ちょっとやめよう。なんか嬉しいって言おうとしたの、ひなのんの手がついたチョコ嬉しいって言おうとしたら、ちょっとなんか考えたら、ちょっと自分でちょっとドン引きしたのでやめます。ファントム超ダーク感があるよ。そうそうそう、ダーク感があるのさ。ファントム好きです。2人ずつに分かれて手でアーチみたいなの作るの好きです。アーチ？アーチ？アーチ？ん？どこだ？最初のとこ？去年見たあの景色また一緒に見たいのとこかな。あの頃はのさ、ひなのが歌ってさ、あのさ、ナナとさ、ルイのさ、この手のアーチをくぐり抜けてくとき？かな。ひなのさ、ナナとルイの手のアーチをくぐり抜ける振りが君セレンだからなんと2回やるんさ。その君いつの時もそうやし、ファントムの時もあるんですよ。なんか2回やって、あのナナとあのルイの手をくぐり抜ける時が、これこの前もあったなみたいな話をしながら振りでしとった。え、それ以外とはなんかあるかな、手でアーチみたいなの作る時。あ、これか、あー悲しいかなのさ、この三角の時やろ、それやろ多分。2人ずつ、この2人とこの2人ってことやな確か。あのミオのさ、ソロのさ、あー悲しいかな、ただ君のことを愛していたのとかやろ多分。多分そこやんな。私もあれめっちゃ好き。あれはな、なんかな、あのうちらで鏡みたいなのを作って、その中からあの一番は鏡の中にミオがおるっていう、この鏡のちょっと後ろに、ここにね、あのちょっとこのリップで代用しましょう。
ちょっとこういう感じでね、ミオがいるみたいな感じでなってるんですよ。で2番はちょっとこうね、かあの私たちは2番も鏡なんですけど、ここ、これミオね、これ鏡の中にミオがおるみたいな、鏡から飛び出してきたみたいな感じになってて、そこもね深いポイントなんですよ。伝わったかな、これ人と人ね、でこれミオねみたいな、ちょっとリプで代用しましたそうそう、ちょっとガンあの鏡でバンって言っちゃった、ごめんねっていうのな。でめっちゃねそこもね深いポイント。ヘイリーさん可愛すぎて会いたい、ありがとう、また会いに来てね、可愛すぎるってさ嬉しい。キヨさん、ひなのちゃんはいつ何時もどの時も可愛いから優勝です。ほんと嬉しい、めっちゃ褒めてくれるやん、嬉しい、チュ優しいね。パンクロッカーさん、初見さんこんばんは。初見さん見に来てくれてありがとうございます。ぜひ今日でひなののこと好きになってください。そうそう三角の時、そう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 、本当にこれが鏡になってんの、あれ鏡やったんやね、いい話だな。そうなの、めっちゃ良くない？めっちゃ好き。ファントムはね、あのね、めっちゃ結構好きです。めっちゃ結構好きです。ちょっと日本語どうなんだって話なんですけど、そう、ファントムめっちゃ好きです、私。キミセンの曲全部好き。そうね、ファントムはでも本当になんかあの、本当に普段のキミセンとちょっと違った感じで、だからあの、表情とかも、なんかいつも結構私ニカニカしてるんですけど、なるべく笑わないようにしてるんですよ。そう、あんまりちょっとね普段ニコニコしてるヒナノが笑ってないのをまた見に来てください。ファントムねめっちゃね楽しい。ゆうとかわいいですね、にっこりにっこり。ゆうとゆうと最近会いに来てくれないじゃないか、ゆうとまた会いに来てね、ゆうと。えびよ、夕焼けさんのことも思い出してあげてください。夕焼けさんもマジでいい曲なんよ。なんかね、あの「キミセル」の中では結構あのちょっとしっとりした曲というか、あのね、ちょっとバラード曲な感じなんですけど、もうマジでね、あのね、私ねすごいミオのおしさびがめっちゃ好きなんですよ。夕焼け、夕焼けね、もう歌詞とかもめっちゃいい曲で、あのなんやろ、前を向ける曲というか、本当になんかそのワンマンとかのアンコールにぴったりな曲というか、めちゃくちゃいい曲で、曲調も結構落ち着いてるんですけど、なんかあの心が綺麗になれるそう、本当にミオの落ちサビがめっちゃ綺麗で、そう、うちらの中でね、あのその桜井美優ちゃんって子が、あの強制ダンサーした子ね、からね、あの夕焼け歌ってるんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗で、すごい私好きなんですよね。プロデューサーさんもね、ミオの夕焼けめっちゃ好きなんよ。うちらの曲は本当にね全部一曲なんですよ、マジで全部一曲なんで、もうねもう全部みんなに聞いてもらいたい。そう、あのねサブスクもね解禁されて、てかさ皆さん、あのたくさん翼聞いてくれてありがとうございます。まだ俺言ってなかったよね多分、私ありがとうございます、皆さんたくさん翼聞いてくださってね、あのねもう1000回超えたよって方とか、2000回超えたよって方とか、なんと9999回超えたよって方とかもね、皆さんねたくさん聞いてくださって本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい。本当にねサブスクもね解禁されて、皆さんね、好き好きとファントムだけまだかな、だけどあの他の曲はいろいろサブスク解禁されてるので、皆さんぜひぜひたくさん聞いてください。今度真顔チェキ取りましょうね、キヨさん絶対取ろう、頑張って笑わないようにする絶対撮ろう、ちょっと楽しみ、真顔チェキ、絶対撮ろう今度、ありがとね。アニさん、やっぱり翼が一番好きね、翼マジでいい曲やな。そう、翼マジでいい曲。そう、 MV もさ翼あるやん、そっちもねぜひぜひたくさん見てほしい。もうマジでね翼もねめっちゃいい曲なんですよ。本当にね翼は私たちも飛べると思わせてくれる曲です。本当にキミセリアもマジで前を向ける曲が多いですね、本当にめっちゃいい曲なんですよ。まだ聞いたことないよって方ぜひ聞いてください。イビオ翼たくさん聞きました、褒めてほしいよ。偉い偉いね、いい子ですね、本当に。だって999回超えとったよな、イビオ。びっくりした私。なんかさ、あのな、みんなな、あの999回超えてほしいな、でも超える人おるんかなとかいう話をしとったら超えてると思って、すごいなと思った。
本当にね、もう皆さんたくさん聞いてくださってありがとうございます。アリサ前向きになれるね、本当に前向きになれる、なんかね元気が出る。なんかね本当に最初聞いた時はそんななんかめっちゃ明るい曲っていうよりかはあのしっとりした感じの曲なのかなって思ったんですけど、聴けば聴くうちというか聴けば聴くほどやな、聴けば聴くほどなんかあの歌詞をねあのすごいなんかあの読み込めば読み込むほど読み込めば読み込むほどちょっと滑舌ほどなんか本当に前向ける曲やなって思うし、めっちゃいい曲です。本当We use this リアルーブさん、初見さんこんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとう。キヨさん、ワイはユニドの時人生はビューティフル聞いてハマったので人生はビューティフルが一番好きでね、人生はビューティフルはもうねもう本当にいいよ、もううちらのねうちらの代表曲ですよね。なんか一番最初の曲でやっぱりねあのみんなも一番知ってくれてるから一番盛り上がってくれる曲だなって私たちも思ってて、コールとかもさなんかあのタッタタッタとかはねめっちゃ好きなんよ私、本当にねめっちゃねいい曲なんですよ。会えないのがまだ辛いよ、そう人生とかもね結構ね歌詞が深くて、そうなんかあのなんやろ過去の自分たちというかなあとファンの方に向けてというかなんかいろんな風に、君性の曲はなんかいろんな風に撮れるんですよ。そうなんか君一とかでもやけど、なんか私とっていうかなんか自分とメンバーとのこととも考えられるし、自分とファンの方とも考えられるとファンの方とのこととも考えられるしみたいな感じで、めちゃくちゃねすごいね深いんですよ。プロデューサーさんのこだわりらしいね、嬉しいよね、ありがたいね。これからもねちょっとね新曲とかもねまたいろいろね出る可能性もあるのでお楽しみに。夏だしね、夏だしね、これからねまたいろいろ皆さんにいろいろ言えるかな。あ、みんな時間教えてくれてアンディさん、タクヤありがとう、みんな時間教えてくれて。じゃあそろそろランキングを読もうかな。寝れるとき寝ときやひなの言いたいね、ちょっとそれはさ本当にそう一回言ってほしい、めっちゃ気になってる。あ、佐々木さん、初見さんこんばんは、見に来てくれてありがとうね、やっほー元気、元気だよありがとう。じゃあちょっとそろそろランキングを読んでいきたいと思います。13位、羽鷹さんありがとうございます。12位、かささんありがとうございます。11位、トッシーありがとうございます。10位、 BPM さんありがとうございます。9位、ヨウくんありがとうございます。8位、キヨさんありがとうございます。7位、エビオありがとうございます。6位、安井ゆうきさんありがとうございます。5位、たくやありがとうございます。4位、たくみありがとうございます。3位、ともゆきありがとうございます。2位、アンディさんありがとうございます。そして1位、なるせさんありがとうございます。イエーイ、ね、ありがとうございます、皆さん見てくださって急に始めたのにもかかわらず嬉しい、ありがとうね。753人のね方がね見てくれました、ありがとうございます、本当に皆さんありがとうね。じゃあちょっと最後に今日の告知してもいいですか。今日じゃない、でももう今日か、もう今日の告知ですね。はい、もう明日というか今日本日2月じゃないです、5月です。5月22日、本日ウルトラスフェストさんに出演させていただきます。渋谷クワトロさんにて、あの15時ぐらいからですかね、夕方ぐらいから出演させていただくので、ぜひぜひ皆さん会いに来てください。動員重要なので、皆さんもうこれ見てる皆さん、明日もう時間あるよって方、本当に本当に本当に見に来ていただきたいです、お願いします。入場特典もめちゃくちゃ豪華だし、明日限りのまあ特別な何かもあるし、ちょっといろいろね皆さんにねお見せしたいことがあるので、ぜひぜひ皆さん会いに来てくださると嬉しいです。はい、じゃあちょっと告知ありがとうございました。じゃあということでね、今日も配信ありがとうございました。また今度配信するときもぜひぜひ見に来てください。ということで今日は
もうねんねの時間です。おやすみなさい。寝ます。ありがとうございました。今日の生誕祭、ミオの生誕祭来てくれた人もありがとね。ということでバイバイ、おやすみ、ありがとう。